あ、しんちゃんです。あ、しんちゃん、ぼくぼく何時？もしもし、おーい、もしもし、おーい、本当はあのね、リアマツを今からここでやりたいんですけど、この人らはもうちょっと質問があるから、それ終わったらこれ聞いてもらいましょう。はい、皆さんと一緒にあるべき。しんちゃん、何時駅？6時31分の電車やな。ちょっと田畑に行ってもらうかもしれへんから、行ったら開けたって。で、帰りは何時？9時。よっしゃ、オッケー。田畑君、6時31分に乗らなあかんから、滝駅で。よっしゃ、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。一人しかおらない。どうぞ。もうお時間ももったいないので、うん、もしもちょっとお尋ねしたいこと知ってもいいですか？どうぞ。あの、さっきちょっとあのお話が一部質問でも出てたんですけど、あのボトムアップ、私はすごくトップダウンかなと思ってしまったんですけど、結局経営者としてのいろんなこう考え方を発信して、でまずソフト面というか、その心からその人たちをこう伝播させて、さらにその従業員の方々が社会であるとかお客様とかにそういうそのあのこうまあ理念のようなものをこう伝えられていってるという、そんなふうに思ってるんですけど、だからリーダーシップを上限に立たせるので、僕は実はみんなをその気にさせてやってる、そのほんまあのそういうことですね。僕が主役ではない。この会社は番組制作、社員が主役です。僕は脚本家と演出家に過ぎない。社員の自立性は高すぎる。そうそうそう。もうじゃんじゃん行こう。君らも終わったらそのリアマツを一緒にあの収録したいので、もうあのいくらでもすぐ答えられるから。やつぎばやに質問をどうぞ。あのさっきボトムアップっていう話があったけれども、考え方としては上からのこう、はい、電波であのプロデューサーというか演出家でありのというお話であったんですけど、はい、どうぞ。もういいとも勝ちで社長の動きに無駄がないなって思って、はい、あ、そうあるようにべきにしてます。で、その時にあの歌をこうやって社員に聴かせるとか、はい、ああいうところでやられるっていうのもやはりこう裏に狙いっていうのはあるんですか？あのね、経営計画も作る歌も同じパッションを持ちますよね。自分が世の中にないものを人に示すわけですよね。僕はそのオリジナリティにすごくこだわっています。コピーをやらないのも自分が作ったものを人がどう評価するかを知りたい。経営もその一つの形に過ぎないじゃないですか。わかります。だから言うこと聞けって言うと全然面白くないわけですよ。だからあのさっきの悲しみは強い石からも最初バラードでやってたんですよ。でそれをこうどっちがいいのって言ってたら、社員はそのこうバラードよりこうなんていうのか、ちょっと早くしたわいいって言ったらね、うん、悲しみは強い力をみたいな、愛だってきっとそうだみたいなことやったんだね。だからそれも従業員の声を聞いて、この何日間でいくつかバージョンを変えて今の形を作っていったという、何でも聞きます。だからそれが偶然社員であったり過ぎないという言い方ですね。僕と他者という意味では同じ、その他者の声に冷静に耳を傾けるところがなければ芸術は育たないし、まずは批評家での声を受け入れるべきです。しかしその批評家が間違っているときはそれを無視する勇気も持つべきですね。その両方を考えていますね。どうぞ。社員の提案で 100% 対応されるってことじゃないですか。でっていうのはないんですか？そのありますよ。あ、それだからそれはもうその面白さで、ちょっとコーヒー入れてみたいな事務所行ってきて、長島和志が似てるよ、ね、あ、似てますね、うん、
うっていうのも、う思わずうっと言うよねみたいな話は、そうやって書きますよね。すごい、同じことを何回も書けるなんて、これも一つの才能かもしれないね、とか書いて、ウィットに飛んだことを言います。あ、そういうのもあれじゃん、組み持たれて採用されるわけ。そうそうそう、採用、だからこういうふうにじゃあやってみなさいって言って、彼らが活動したやつをまた報告をもらってっていうのをやって、1年間に1個総括はしますよね。 あとはその気づきのある会議っていうのがあるから、それで定期的にそれも検証する。本気で聞いて直してません。そしたら、あ、別に修正しなくてもこの会社を変えることはできるんですね。だから今日の話もそうですけど、相手に受容体がなければ、はい、どんなホルモンを出しても意味がないでしょ。そういうことなんですよ。だからそこは本当に悲しいかな。そこだけは長い時間かけないとできない。だから僕はいろんな教育をやり続けることによって、その少しずつ彼らの感受性を持たせ、そして持てへん人はこの会社に居づらくなる仕組みになってる。あんな話をずっと哲学的に話されたら聞いてられないでしょ。なんか常に試してるといえば試してることになる。しかしこういうふうにしろって言わないから余計に辛くなりますよね。感受性とかレセプターってある程度持って生まれたものが結構多いんかなと思ってたんですけど、かなり変わる。そんなことない。教育でかなり変わると、と僕は信じてます。信じないと中小企業の経営者はできない。トヨタの人たちで、僕トヨタで半田市で講演した時に、松浦さんみたいなチームってうちの会社できますから絶対にできない。君が病気になれば喜ぶ同僚がいっぱいいるんだ。そういうところで本当にチームなんかできないね。うちは助け合わないと生きていけないから、一緒にエベレストに登ってるようなもんで、自分の相手が心臓になったら自分の酸素を分けるだろう。そういう感性のもとにやってる。周りが仲間じゃなくライバルばっかりの大企業では、そういうチームはよほど上司が目配りをしない限り不可能だと言ってます。じゃんじゃん言葉にしてて。松浦社長が尊敬される経営者っておられるんですか？尊敬される経営者ですか。それはもうこの人のここがいい。だから 80% ぐらいは塚越さん好きだけど、 20% はそこちょっと違うんだみたいな。まずヘアスタイル違うよなみたいなね。そうじゃなくて、じゃない人の方が多いです。僕はアメリカの作家 のレイモンド・チャンドラーとかすごい好きだし、その村上春樹が好きなフィッツジェラルドも好きだし、そういうその例えばビートルズが好きだったり、ジョン・レノンが好きだったり、経営者というふうなものから何かを学ぶとしたら、僕はそうですね、柳井さんとか好きですね。その綺麗事を言わないから、でもやってることは綺麗事をやってるね。スマートなスタイル、柳井さんは僕好き。だって僕と同じドラッカー教だから、ドラッカーのこと大好き。ドラッカーのこと好きな人は僕はみんな好きですよ。でも経営者にどんな経営者が好きですかという質問はあんまり質問ではないです。みんな一番になりたいと思ってるからと思います。失礼しました。いやいや別に構わないですけど、それでいろいろ松坂の助けという人がいたら、そういうのは本当の経営者じゃない。経営者は全員ライバルだからです。だから商工会議所とかそういうところで一緒に酒飲んでるのはダメなやつばっかりです。おちおちこんなとこにおれるかいみたいなね、っていうぐらいの、絶対こいつには勝てる、こいつには50点ぐらい勝てるとか、こいつはもうどんどん死んだ方がいいなとかね、そういう冷静のスカウターみたいな、カチ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 みたいな、こいつ気を消してやがったみたいなね、ナッパが殴られた時の顔とか、あーみたいな。はい、どうぞ。バリアフリーやなと思ってて。バリアフリー、心のバリアフリー。真面目な話から突然ギャグが来て、だからこれでしょ、この2つの両方。ちょ、ノロ君もちょっと座っといてよ、ここに。今日のね、はい、プレゼンの最後の方で会社の業績の話とか出てきたんですけども、ビジネスマンがまあ一番その興味持つところってそういうパートだったりするんですけど、ただその業績をやっぱり直接コントロールすることが、そこで座っといて、
なかなかその本当は直接コントロールできたらいいのかもしれないけども、そうじゃなくて、なんかすごいあの、まあ、いわば回りくどいところがなんとなく最後業績に現れてる、なんか人を育てて、でなんかそういう制度を作って、自分の理念とかを、僕らすごいあのデータ、データ、データの塊でしょ、だからやる気とか全ての成果を数字に表して、例えば野呂君がやってる総務課ではお客様相談室でやってるけども、そこで薬剤師に回さずに自分たちで対応できるパーセントを 80% 以上にしようとか、自分たちでマニュアル作ってそのデータベース作ってそこで答えるようにするとか、仕組みにつながるでしょ。だから数字的目標を上げないと絶対成果は検証できません。だから柔らかなものの中に正解も成長もないと僕は言ってます。でもスローガンは持ってるでしょ。あのスローガンはスローガン両方持てばいいじゃん。どっちが大事なんて言う必要ないですよね。ポッキーとブリッツどっちが好きって言われたらポッキーか、ブリッツサラダでしょ。サラダ、当然サラダ。そうでもブリッツも、まあ、彼女の好みは全部僕知ってますんでね。そこまで知ってもらえるんですね。そこでロースとって来られたらどうしようかなと思って。ロースは美味しいです。あ、美味しいです。でも本当にフラットというか、なんかごめんなさい、あのもういろんな世界から質問させていただいたんですけど、もっともっと綺麗。なんか社長とその従業員とかの方がもう本当に距離が近い。クロス to you ですよ。こんなに綺麗企業ないんちゃうかなってずっとさっきからいろんな方に見える。僕はね、あの人が好きなんですよ。人が好き、人が好き、君が好きみたいなね。君が好き、あの歌とか歌ったりするとね、なんかすごいテンション上がってくるんですよね。非常にだから僕の歌もそういうバランスの上にありますよね。甘くないんですよ、どっかでね。歌の話すると長くなるんであれですけどね。そのだって短くできる、一番最初に言ったでしょ、あらゆることをどうしたら短くできるかっていう、だからこっちが近づいていけば距離は短くなるんですよ。車で走るとフロントグラスにいっぱい雨が当たるように、自分から人に言うように近づいていけばいい。いや、そのトップだったってやっぱりその自分の理念をまあこう浸透させようと思って、まあ、ある程度その、いや、そこも僕は思ってません。浸透させようなくて、僕の言ってることが好きになってもらうように僕は努力してます。浸透ではないんですよ、逆浸透みたいなね。そうそう、分かってもらうように努力しますよね。はい、うこの歌はどう、この歌はどうです、ね、速さはどうとか、リズムはどうみたいな、歌い方はどうとか、そういうことを。野呂君は滝に来たの、もう一度会いたいなっていうところがすごくいいっていうところ。僕が作った時にちょっとこれはお涙ちょうだいみたいなメロディーじゃないかと思ったけど、そこがいいって言われたんで、あ、じゃあそこは自信を持ってより強調して歌ってみようかなみたいな。自分の良さは人に評価されることでしか分からないからですね。ちょっとついいいことばっかり言いすぎるんで、頭の中に入れようとして時間かかってきてるよね。ダウンロードになんか、なんか砂時計が動いてるみたいな感じで。悪いんですけど、はい、もうどうせビデオで見れるから、もうじゃんじゃん行こうよ。数値確定将棋みたいな感じ。ユミラも思ったら何でも見てくれたらいいから。数値化っていうことで、あのスライドの中で評価っていうのがあって、1点、2点、4点っていう、すごくあのいいシステムだなと。ありがとうございます。あの本当にいい評価で、その要は人の意識が入らないっていう。で、あのね、今その評価システムについてはよく会社なんかで360度評価っていうのがあるんですね。で、今回のその評価システムについては上司と部下の間でやる。360度評価間違ってます。あ、はい、そんなん人が変われば人の、おお、もう早いなぁ。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。カモン先生、愛してます。見てください。多分、来られますよな、この発表会に。来られないですか。それも大丈夫らしいです。どんどん行きましょう。力持って。あ、すみません。360度評価が間違っていいですか。360度評価っていうのは、そのだって全然その人のことを知らない人が思いつきで言ったことが評価される可能性があるでしょ。そうなんですよね。でしょ、はい、
よく言えば、そこの旦那さんかっこいい言うて、なんか俺なんかよく言われますけど、いやジョークさんでも、わぁ、もうアホなことばっかり言うてるよみたいなね、ほんまに。っていう話でね、だから360度死ってどうなるんですかって言いたい、思いますね。直接の上司と話して、分からへんかったら、それでもうどうしようもないじゃん。だから僕ら定期的にそうやってジョブローテーションすることによって、もし嫌な上司だったら早く全部習得して次のところで転属を申し出ればいいじゃないか、上司は変えれなくても君は変えることができるだろうって。だから正しい評価をするのが目的ではなくて、評価をすることによってその人がやる気を持たせることが大事。だから僕は半期に1回バーゲンをします。違う、半期に1回この、 あのボーナスを渡すときにね、いい人は君はすごい点数だ、見てごらん、10人でベスト10入ってるよ、ノルムはずっと1位ですけど、それでそれでその悪い人にはね、こんなの単なる数字しか過ぎないから、君の良さは僕は一番よく分かってるから、でもこういうところはこう変えたらもう少しこの点が簡単に上がるんだよって言ってグラフを見て説明する。で、どの人にもこうやって、今期も君がいたから潰れることがなかったから、でもこれは君しか言ってないから内緒だよっていうことを言ったんですね。そうする、全員ですか？全員やります。両手で成功ですよ。だから、まあ、成功は出した最初のあのアイドルの両手成功って言うんですけど、で、その字があまりにもなんか下手くそすぎてがっかりしたという。18歳の時の思いについて語りましたが、そうそう、星座も血液型も僕同じ、生まれた年、だから松田聖子と僕は同じ星回りっていうことですね。聖子ちゃんが行くなら俺も行くぞみたいなね、俺もおでこ引っ張ってしまなくすかなみたいな、だからどんどんその社員を上げる気持ちにさせる。でも違うとか違うと言わないと、この人ただ褒めてるだけである、だから毎日日報を見てね、中野純子、日報、これ日報わざと間違って書いた、あれ、いや、自然に間違ってた、自然間違ってた、野口君が今日報の字を違う感じで書いてたということを今言ってた、それを今確かめてみた。そうすると、社長ちゃんとそういうの見てくれてるんやみたいな、はい、っていうコメントを入れてもらって、どのくらいかかりますか、全員の言われるのって相当大変だと思う、時間かかりますよね。全部コメントされるんですかね。まあ、あのいいねボタンで終わらせる時もある、ね、どうでもいいやつだからね。いや違う、どうでもいいね、いや違う。だからフェイスブックでもね、いいか悪いか判断してる人いるけど、見ましたっていうあの先生のマーク丸が花丸やったら嬉しいでしょ。あ、ね、世の中全部花丸マーケットでいいんですよ。すごくこうモチベーションが落ちておられる方とか、その今日思ってたんですけど、すごくこう観察力がすごくて、その状況判断と観察力がすごくあって、離婚2回してるんです。全社員の方にかなりこう目配りをされていると思うんですけれど、それってもう100人今いらっしゃいますよね、もう結構限界近いっていうことなんですか。そんな全くなくないですね。ブタラソウルを持っていれば大丈夫です。ビーズの中でみたいな。いやいや、そんなことをみんな言うんですけどね、だってその やれるうちはやったらいいじゃないですか。社長がさ、この日本の子供たちに中小企業の経営者になりたいって言われてた、その中小企業の敵は、私は経営者が全員それフォローできる規模なのかなと思ったんですけど、そういう意味ではないですか。非上場企業という意味ですね。だから日本には 0.3% だけが上場企業、約2000社、残りの399万9800社ぐらいか、あの8700社、ね、ぐらいは非上場やのに、なぜかその 0.3% の人を指標にしてることは、あのアンケート上から見ても正しくない。しかしなぜそうできないかというと、かっこいい中小企業の経営者がいない。だから僕は有名になることによって松浦さんみたいになりたいという人がこうやっているわけですよ。いない、そうじゃない、なりたいですよ。ほらほらほら、ほれちゃいましたもん。え、ほれちゃいました、ほれた、初めてやったもんね。いや本当にね、悩み同じなんですよ。僕、
やりたいことですごくスッキリして、スッキリ、僕も5年6期目でやってるんですけど、やっぱりコミュニケーションっていうのがなかなかやりそうでやれなかったんだけど、本当になかなかできそうでできないんだけど、僕もこの社長の方の感じで、すごくもっとやらないかなと思って、みんなに作ってきたんだよね、なるほどね、もっと楽しくやれば本当に楽しくなるなって本当に実感しちゃって、そう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 、楽しくなければ、うん、例えばね、嫌なコンパってどういうコンパかというと、うん、隣のテーブルが盛り上がってるコンパですよ。あでも、プチコファミリーは4人ですよ。盛り上がるのは君次第じゃないかって。あそうか。でしょ。君が主役になって世界を変えろっていうです、ね。だプチコファミリーだって、なんで旅行始まったかというと、北出さんっていうちょっともう、ずけずけ何でも言い過ぎる人が、旅行行ってきました言うて勝手に貼ってたんですよ。吉本行ってきましたから、これおもろいなっていう、でちょうどその頃にもう社員100人も超えたらもう一緒に入れるレストランが探すの大変やし、その頃には食べ始めた人がいたら食べ終わった人がいるみたいな、だったらこっちだけがしんどいんですよ、誰が来てへん誰が来てへんみたいな、ほんま、中北さんと田中君が付き合ってるらしいよみたいなね、聞こえへんみたいなね、こんな覚えてんねんやみたいなね、そういうのを、なんかまあ、僕、あれですよ、司馬さんの、いわゆる編集者をしてた人が、日総研の人がいるんですけど、その人が、松浦君、すごく頭いいよねって言って、どうしてるか、僕は頭いい人の定義を2つ持ってる。まずは記憶力が優れていることと、物事を短い言葉で定義できる能力がある、この2つ、僕はすごく嬉しかった、いや本に書かれてない司馬さんのいろんなエピソードを教えてもらって、いつもそれを聞いてますね、また教えてくださいよみたいな、だからつまり魅力ある人はどこもかしこも魅力的なはずなんです、まあ、今日も僕 Facebook に書きました、村上春樹を好きな人は村上春樹の本を読んで初めて自分に友達ができたような気持ちになっているのではないかですか、また文学系の話しちゃいましたね、僕、そう、どこまで言ったっけ、またもうじゃあ来てください、なんか、うん、そう思ったのはその唐突がすごい、サッカーの武田にすいません、透明性はすごい高いような気がするんですけど、その透明性その赤んこぐらいみたいな、そうあのぐらいで、どうしたら赤んこみたいな、マシューちゃいます、あ、マシュー透明性はマシューそう、いやいやマシューみたいな金のなんだマシューカスパートみたいなマシューみたいな感じでちょっとわかんない、そうさのみたいなこと言っちゃいました、え、なんで、ね、透明性が、はい、人の方に対してそのすごいなんかいろんな情報を伝えられてるような透明性大でありたいと思ってるんですよね、あ、うん、今作りましたね透明性大より透明性大これ使おう透明性大よりより運転労使だくら寿司かみたいなえ、それで、うん、なんか、 かなりそれはもう意識されてやられてるんです。あ、その透明性が高ければ高いほど、その従業員のモチベーションとかも上がってくると思うんですけど、うん、そういうことはないですか。だから、それもショートカットでしょ、距離を縮めて。距離が離れても透明性が高ければ、光の透過率だって良くなる。うん、いろんなやっぱ経営情報とかもかなり多くされてるんですか。何でも見れますよ。あ、そうなんですか。うん、見れないのは僕の役員報酬の額だけですね。みたいな。例えばそのデータベースみたいな感じで、いやいや、そこまでは公開しない、経営データ、うちの税理士はなんかそんなんしたら、なんかまずいまずい見たことから言うので、もう幹部には全部見せてますね、資産表は、課長、職員を見せます、なんか皆さんの話を聞いてると、なんかデータがある、何かを共有することが大事なことだと思いますけども、それはそんなに大事なことじゃないですか、うん、心を一つにし、哲学を語れる、リベラルアーツを育てる。ことですよ、なんでゴッドファーザーパート2を見てない人とゴッドファーザーの話しても意味面白くないでしょ、うん、だったらまず一緒にゴッドファーザーを見ればいいじゃないか、うん、その上でゴッドファーザーについて語ったらいいでしょ、うん、
阪急電車いい映画だよねって僕はあの何やったっけそうそう阪急電車を見て作ったあの曲があるんですけどねこれは宮本信子さんに捧げますみたいなでも阪急電車を見てない人には分かれへんわけもね宮本信子さんがなんなんみたいなマルソの女の人やみたいなみたいなそこですよねだからまず共通認識を持たせた上で話しまないあそこでの理解度が 1% か 100% かは大事な問題ではない。それは人によって背が高かったりぽっちゃりしてたり痩せたりっていうのとの個体差であるからです。つまり本当にどこまでも知りたかったらどこまでも知れる仕組みが社内でも社外でもある方が素敵じゃないですか。そうですね、ドン・キホーテが何で売り上げが上がってるのか長期間営業してる感じじゃない。バイヤーが採用している商品が普通の店で売ってへんような面白いものを売ってるからです、うん、あの筋肉マンの黄金マスクと銀のマスクが売ってるんですよ、うん、誰が買うのかなこれみたいな多分バイヤーが筋肉マンのファンなんとしか思えませんみたいなねよく分からないですけどウルトラマンで買いますけど筋肉マンの顔は全然欲しいと思わないですけどね、うん、だからそのそこですよ。オリジナリティがあってそこに共感されるする仕組みを作ってるかどうか、うん、僕は無人島に住んでたら曲なんて書かないでしょ、まあ、食料探してるんで飛んだのーみたいなもっときましょういいよね、このなんか一個一個共振を起こしてからもうそれ冷めやらぬまま行くみたいな108回を30秒でみたいなねあのワークライフバランスっていう言葉がありますけども麻生、うん、さんの話聞いてるとなんかワークとライフとやっぱり過分な感じがするそうだと思いません、思うんですけどもね、うん、のるくんここから言ってることは俺のプライベートの感情で好きだと言ってるのっていうのと 君の仕事の能力が好きだっていうのと今どっちかなまれとなまれと思うっていうふうなことを言う必要はないですよ、うんただ君が好きだってちょっと俺の中の福山出てこいみたいな前の人全然分かってへんからみたいなうるさいのうるさいの俺のギターうるさいのみたいな何そんな言ってんのみたいなもう帰りたいわけそのカバン片付けたりしてみたいなほんとねそうそう子供の時ってやっぱりそうやと思うんですよ小学生とかね中学生の時とか別に学校と家とか分けるわけないじゃないですか、ね、自分はだって僕分かれてないから、でそれがでも社会人になってね、うん、それなんか違うなってやっぱ思い出すと思うんですよ、うんまあ、それが間違ってるということをもう一度思い出したい、うん、でそこをやっぱりそのやっぱこれすごいその先ほど言われたその上場企業の方は我々一応上場企業の会社で働いて、うん、気分上場みたいな気分上場じゃないのがやっぱそこがねそんな知ってるよそんなそんなあんたたちみたいな会社と会ってきたんだからそう上場じゃないんですよそこでなんか違うなってようやく思って今勉強してるところなんですこれが21世紀で12年過ぎた日本の成果ですねようやく間違いに気がついて、うんうん、大事なのは人の心の明るさだけですよね情けの話、うん、人の心情けを優先するっていうのはねかつてのビジネス常識とは全く逆じゃないですかそうです、うん、だって本当に一番になりたかったら滝町で会社なんかやってませんよ、うんうん、でもそこにやっぱりなんか魅力感じてだから一番になれば滝町にやってへん逆に滝町を一番にした方が面白いじゃん、うん一流の人が一流の仕事するのは当たり前二流の人が一流の仕事したらそれはドラマティックです、うん、どっちが歴史に残るかドラマティックな方でしょ、うん、ルーキーズみたいなそうやんうわ新庄朝ドラ出るみたいなねあのそういう意味では第二の滝町を探すようなことはしないってことですか、うん、それはだから何度も言ってるように野球見ながらどっちのファンって言ったらもう攻撃してる方がのファンですって言ったら乗っちゃねえってなるよね、うんうんだから僕は人間はそういう軸は必要だと思うんですよだからどこにいるかなんていうことはもう本来は大事なことではないんではないですかねだから何度も言うように滝町が小さいから僕のやったことが成果になりやすいこれはドラッカーの娘さんのエピソードで説明できますドラッカーの娘さんは投資の会社に金融の仕事をしててなのに小学校の経理の、あのボランティアやってる
お前は 何百万ドルを動かしてるのに、トレーダーなのに、なぜそんな小さなことやってんのって言ったら、パパってマネジメントの神様というくらいでも何も分かってないです。私のやってるボランティアはね、私が今週やったことが来週にもう成果になって現れてるのに、こんな素晴らしいことないと思わない。これですよ。これが上場企業に対するアンチテーゼ。人間にとって大事なのは自分のやったことが成果として確認できるかどうかだからです。自分の成果がどこかなんて関係ない、ね、成果生まれた家みたいなね。まあお菓子作るっていうのもありますけど、まあ、僕の言ってることは必ず、うん、あの正しいことだと証明されるために僕自身がどんどん有名になっていくんです。ちょっと違う視点なんですけど、社長これ2代目なんですけど、実質その1代目の感じがするわけですね。まあそうですね、同じなのはあの社名だけだっていうのをよく親父に言ってますからみたいな。で、まあ世の中ではそのまあ空用で各3代目みたいな感じがあって、やっぱりそのまあ今社長だから成り立っている話が、あとどうトランスファーしていけるのかみたいな話って中でも考えていらっしゃることってありますよね。それを悩む前に、あの会社の社員と仕組みを両方成長させることに注力すべきですね、うんうんうん、いつ終わるかわからない、公開されるかわからない映画のために予告編を作りますかってことです。うわ、今いいこと言ったね。ドラッカー的やな。俺も上田敦夫先生みたいに書かせてもらうみたいな、言霊ドラッカーみたいな。立ち話っぱり出してもらう。結局カルチャーとして根付いていけば、そう思いますよ。だからあのスティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルはその遺伝子を持ってるじゃないですか。うん、そういう感じです。スティーブ・ジョブズにできてどうして松浦のものにできないんでしょうか、うんうん、もっと言い方変えたら吉田松陰なんか松下村塾やったら1年ぐらいですよ、うん、でも日本の歴史に残ってあんな人を殺した言うて、あの高槻静学を起こって幕府倒してしまった子でしょう、うん、一人の人間の死が日本の歴史を変えたんですよ。うん、そう思ったら私たちがなぜ社会に影響力はないっていうふうに決めてしまうのか。第一、そんなことを決めてる人の話なんて僕は聞きたいと思わないですね。いつか私が世界を変えたいと思う。僕は一応だから今月プロの あの作家になったんで、音楽として60までにあの審査員とプレイヤーとして紅白に出たら、じゃあ行ってきますみたいな、面白くどこですか、出番みたいな、また先輩とやってきますみたいな感じで、うちも白組優勝で決めてありますからっていうイメージを持ってますけど ね、うん、もう明るい下心って、僕の大学の先生、西宮の先生言ってくる、松浦さんは明るい下心持ってるからいいよね、大抵の人間の下心は暗い、松浦さんそういうの照れって言うでしょっていう、そこが魅力なんだよみたいな、明るい下心。社長は野球のファンとか、どこかの球団の阪神ですか、はい、これそうなんかな、あそれは、まあ、いやいやですね、みかんの色です、みかんの色です、そうそう、いや、あの滝町のあの、あれです、ね、やっぱあの巨人みたいに強いところじゃなくて、そこに立ち向かうのが好きなんです。全くそんなことも考えたことないです。だってあの子供から関西にいたから、サンテレビ見てたら阪神の試合しか撮ってないすり込みですよ、インプリンティング。今はプリンタインプリンティングされてますけどね、まあ、プリンプリン物語されてますから、ね、石川人めっちゃ懐かしいしてるよな。持ってこい。あの本の中に、うん、やっぱあまり一流の人がポンと来ると、その他の人がモチベーション下げると書いてあったじゃないですか。スーパーステイル、スーパーチームですね。あ、やっぱりそうなんですね。その、うん、やっぱその二流と思われる人をこう育ててて、そんなに一流の人はやっぱ採用しないような感じなんですか。うん、いやまあ別にそんなことは思ってないですけど、それはケレン味がある表現として言っているんで、はい、別に一流だと二流だと、方が縁があって運があってうちに入ってきたらそこに頑張ればいいじゃないか。そうですね、うん、だって人は毎日成長するもんだから、うんうんうん、その少なくとも18歳の時の学力で人生を決めるような仕組みにはノーと言いたい、うんうんうん、
こいいな。もう堀場会長超えてるな俺が。稲森ちゃんも追いついてる、ね、キャッチアップウィズカズオみたいな感じ。あの今回の私たち の テーマというか、こうあの探りたい一つが、うん、あの社員を大切にというか、そういうその社長の思いが、うん、マインドが伝播して、うん、で社員の方が自発的に動いて、うん、その結果会社として収益を上げ社会貢献もできているというふうにつなげたかったんですけど、うん、今日はその自発性については、うん、あのお目にかかった方々の皆さん感じがよくて、うん、あの素敵な方なんですけれど、その自発性というところをちょっとこう抑えるところができてないんですけど、何かこう、うん、なんかその辺、うんうん、コメントいただけないですか。自発性という言葉を僕は信用してません。大抵の企業は、僕は自発性がないって言うでしょ。ローマ人だって今の若いやつはダメだっていう書き込みが残ってるぐらいです。つまり自発性は強要すればいいんです。感想文書かないとダメだよって言うたら書くでしょ。そこの出来不出来はその人の次第ですよ。感想文作るから他の人が見たら圧倒的に短くやった時内容がなかったら恥ずかしいと思うじゃないですか。自発性を強要させる仕組みを会社は持つべきです。やる気を出させようとか本人を自発させようっていうなんて全くそういうことを信用していない。そこまで会社は社員の面倒を見る必要はないです。その結果、結果としてそれは自発性になる。例えばでしょ、感想文書いて本を3月号読んで書いて、そんなのなんか出さなあかん雰囲気を出してるって、もう結構いいこと書いてるやんって言うたらすごいですねってなるでしょ。それがどういう仕組みでできたかということよりもそこは結果でいいじゃないですか。だから少しずつそういうことが普通にできるように高島が言ってたじゃないですか。それが僕が自発性を強要するプログラムを持っているからです。それを自発性、だから自発性、自分から考えたら、今日も言ったじゃん、個性はあなたのありのまま姿じゃない、あなたの良いところで換金できるお金の価値があるところを個性って言うんだ。だから、そういうのはみんなもうコンサルタントや人材開発の人間が言ってる嘘ですよ。彼らの目的はコンサルを切られないことですから。僕の言ってることが新しく、そしてすごく当たっているので、コンサル、日本中のコンサルを僕憎んでます。コンサルを入れずに景品賞を取ってしまったんです。そして僕の報告書が一番正しいっていうことを世の中が証明しだしてるから、ある意味そのダ・ヴィンチみたいな感じですよね。テレプシュコーラ連載してますもんね。いいよね、し始めたっていうところですね。そうそうそう、シグマベストに近づいた反抗書やみたいな。もっと来てよ、ほら、もういいな。いや、ちょっと、本気が思ったのは、うん、会社の業績がずっと継続できる企業っていうのは、その世の中の変化がありますよね、うん、それに対して、その従業員がの自発性があれば、それに対して自分で何か動いていけるという、全くそんなことも嘘ですね。あ、ないんですか、その。だってスティーブ・ジョブズが自分のやれることをやらなければ iPhone も iPad も iPod も生まれてないでしょ、うん、だから僕は自発性という言葉を使わない、信じてないですよ、そういう言葉です。何度も言ってるじゃん、だからさっき言ったように自分からやることが大事なことではない、結果です。ゴミを拾ってるのが会社から命令されたからむやむややってるのと、自分からやってるのとどちらが心地やと言われる高いなんて考える必要ない。ゴミがなくなって街がきれいになったらいいことでしょ、うん、良いことをするのに理由などいらない、うん、からです。だから皆さんは間違った教育を受けすぎなんですよ。だから分からなくなってる。味噌汁の具と汁が分からないような質問してちゃダメです。ブイヨベースって食べてええの見ようみたいなね。ルーム街をムール街をルームサービスじゃ。はい。海の裏黒すぎるみたいなね。こういったその会社の企業風土として、どんどんその社長の
フィロソフィーを駐留していった時に、どんどんその社長の部下っていうのは社長と同じようなこう意思どうでしょう、ね、同じような何あのギャグを言うようになる、そうギャグっていうかあの意思、例えば何か判断する時に社長だったらこう考えるなっていうふうな、そういうふうなことを思っていろんなことをするようになってるのかどうか、でもやっぱ人のその人の考え方もあると思うので、まあ、社長だったらどういうふうに判断するかなっていうのは想像としてはすると思うんですけど、でもやはりまあ相談しますね、家庭工事で判断っていうのは。こういうふうになる、まあ、自分はこういうふうにしたいっていう考えと、あとまあ社長はこういうふうに考えてるかなっていう情報を考えて。あ、言われてたら、ね、膝を突き合わせてとことん話してっていうことを、膝突き合わせたいですね。うん、そうそう、とことん、あの必要とされているストコンみたいなね。ほとんどストコンか、ストコンもある。はい、どうぞ。あ、そうです。必要とされている会社というのが、はい、先ほどのその個性じゃなくて、あ、まあ、個性は換金できるみたいなところとなんか被るところがあるんですけど、換金できる個性以外は必要じゃないという意味です。個性を換金できるとは限らないでしょ。だったらみんな AKB に入れるじゃないですか。お聞きしたかったんですけど、あの、ですね、よく言われるのがその、はい、マーケットインかプロダクトアウトかみたいな話があって、そのマーケットインであるでしょ、うん、っていう話があるんですけども、うん、あのスティーブ・ジョブズはでも一般消費者にご用聞きして、それでニーズが何かっていうふうに決めたわけじゃないと思うんですよね。そうでしょ、消費者調査大嫌いって言ってた、その辺のその感覚の磨き方とか、そこってやっぱりどういう部分なんやろ。もう生きてる全てでしょ。自分花を見て美しいと思うかどうかなんて教えられへんでしょ。で結局はでもそれはマーケットインと言いながら、これ自分が欲しいとか自分が価値あるって思えるところとなんか変わってる感じがするんですけど。そうだと思う。だってこれ僕の会社だから、僕クリーム作るのが好きだからクリームやってるだけですよ、クリームが白くて美しいからです。マーケットインとプロダクトアウトがなんかすごい重なってくる感じがする。だからそれもただカテゴリーとして分けた時にどうあるべきかという理念について言ってるに過ぎない言葉ですよ、ね、ここからここまでフラットに行くんで、ここは肉欲的なアイアンで分けんやろみたいなね。逆に分けてくれたらすごいと思います。まあ、時間によって変わりますよね、これはみたいな。だから概念を学ぶために分けてるんですよ、概念。でもその概念を分けることはすごく大事。本当はこの今からこれでやって、そこは説明したい部分ではありますけどね。そこをやっぱりしっかり考えないといけないと思いますけどね。あのっていうのも、私以前実はそのカメラメーカーなんです、でカメラメーカーでも一般消費者相手なので、まあ、ご用聞きするわけにはいかないので。カメラメーカー、はい、カメラ製菓ちゃいますよ。カメラメーカーミノルタカメラ、ミノルタ、ここにカミノルタ、僕 の, あのいとこが言ってますね、藤井さんという人いません、知らんか、まあ、そこもうやめちゃったか分かる、おいで。で、そうやってやっぱり最終のセット、B2C の会社ってやっぱり少なからずやっぱそのプロダクトアウトでこれがいけるんちゃうかみたいに思って作るわけです。で B2B の会社に来るといけるかどうかはもうお客さんが言うたものそのまま作ればいいみたいな、今のこれも一番最初に言ってほしい質問でしたね。僕どこの会社はミディカルスキンセラーアウトソーシングソリューション、お客さんからの提案を受けてものを作るけど、ただただ言われたことを作ったことが一度もないです。僕ら意思を持った知性体なんで、うちと仕事することはうちの知恵を入れることですよということで、徹底的にいろんなことをやっていろんな提案して投資もやってしまう。でも私たちは持っていてね、だから本当にコンサルタントみたいなもんですよ。だからどうなってくるとどうなるかというと、お客さんの言う通りにやった時にいい点悪い点が分かる。じゃあ次のお客さんでそこを改善する。それと同時に私たちが 100% やったらこういうことをやるって言ったオリジナル商品を開発してまた別のルートで流すっていうことをやる。つまりそれこそ開発マーケティングの PDCA をずっと回してると思うんで、
つまり万協製薬の会社の規模が大事なんではなく、圧倒的にいろんな会社といろんな商品を開発してやってきた実績があなたの次の商品のヒットを生むんです。だから本当にそれを分かっている人は僕らを開発の中枢に入れてやってます。どう思いますか、どう思いますか、社長だと思いますか。ここをタダでもらえるんです。知財とか特許とか登録商標とかっていうのも全部渡すっていうこと、うん、それはまあ、バイケースバイケースですけど、だから特許を取ることによって技術が死ぬことも多々あるでしょう、はい、だから万協と仕事したらそういうこと考えなくて済みますよっていうことで、ルームサービスを持ってくるホテルマンのシフト表を見たいと思いますか。そこまで考えですよね。だから僕らは心地よくお客様にサービスを利用してもらうために努力する。だからライバルが出てきた方が万協の方が心地よいということがお客様感じられるから、絶対お客様に逃げていかないということを信じてます。そのぐらいやっぱり外の目線が会社の中に入ってくるわけ。医薬品もうご存知でしょ、色査察受けてね、いろんなあの人からいろんなこと言われ続けるんで、そうすると本当にいいもんだけは戻る。あ、この人は全然分かってないよと言いながらも勉強になりますって言って ATM の高橋さんみたいなことを言ったりするわけですよ。そこをやっぱり大事にしています。だからお客様にチャンプ的な言い方ですよ。絶対逆らないけども、なんかそのか偉くなっちゃったみたいなね、宮廷助官みたいなね、そうそうそう。だから、すべての人に、こう、そうじゃない、ああじゃないって言い続けたら、学ばない。間違ってるのに頭を下げないといけないという経験した人間こそ、正義の心が宿るんです。皆さんはいろんなところで守られてるので、本当の意味で自分の実力を出せないまま今のお年になられたんじゃないですか。かもしれません。うん。だからこれからでも遅くない。僕の話を聞いた人間には2種類しかない。一つは今日僕に会ったことを永久に忘れてしまうこと。もう一つは今から生き方を変える。この2つ。これこそなんか猛烈で強烈な愛情の表現か。もうかっこよくもあるよね。え、忘れてもいいんだみたいな忘れていいのよもっといきましょう。つなぎなんですけど、やっぱりその自分がコントロールできてるかどうかの感覚ってやっぱりすごい大事だと思うんですよね。いや、僕はそれは大事だと思います。つまりだってうんちが出ないだけで悩むんじゃないですか。というか先ほど のブラッカーの娘さんの話、はい、やったことが来週ですけどっていうのはやっぱりその成果がすぐ目に見えるっていう、自分がこれその制御してるとかいうその感覚だと思ってたんですけども、いやそうそう、成果って人から与えられるもんでしょ、はい、うん、自分で確認するっていうことでもあるけれども、うん、その両方が得られないとダメですよ、うん、自己評価と他者評価が同時に短期間でビビットに現れ、その自分が関わったパーセントが高ければ喜ぶ、うん、僕は未だに社員にこの仕事俺の関わりって何パーセントかなって聞く、うん、社員は社長の会社から 100% じゃない、そんなことを聞きたいわけじゃない、現実的な数字なんだ、うん、お前が 30% したら俺は 18% ぐらいかなみたいなことを決めてあります、うん、だから自分で全部分かって決めていいけど、そこには冷静さや客観性も必要だという、だ今日の一日何点みたいなね、人には2勝1敗と言いながらも僕は結構100点満点ぐらいつけてますよ。すごいいい一日だったけどずっと一日中眠かったからマイナスとかね、なんかだから自分という人生ですら人の感性や感覚をたくさん入れちゃう、その上でその集合体として毎日送るんです。そうすることに、それができて初めて人に対する興味や関わり方が現実的になる。今君が微笑んでくれなかったら僕の一日はいい点にならないね、うん、っていうことです。だからあの人はこの人はダメなんていうことを
決めたって世の中一歩も良くならないし、僕はこの仕事を最初にやった時ものすごい嫌な状況、あの取引先の人がいました。もう俺なんかと仕事してもう最悪の気持ちでお前思ってるよ言った仕事なくなるからそんなこと絶対思ってません。素晴らしい方だと思ってるから一緒に仕事してます。絶対嘘だ、もうだん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 いろんなことをやらせるそうしたら生きていくことが辛くなる。僕にもそういう時ありました。その人から電話かかってくるのは金曜日の夕方だから電話に出たくないと思ってた時期がある。だからお前俺の電話に出たくないと思っただろう、お前なんかプロじゃないからすぐ仕事辞めろ、どうして会社なんかもう一度やったんだって言われたこともあります。そうすると生きているのは辛くなる。自分は負けてるんじゃないかと、それともこういう人とは別れた方がいい人生になるので、だから僕はその人の中で本当にいいところはどこかっていうのを冷静に考える。でその人のいいところ、この人はすごく精神的に不安定さを人にぶつけて解消しようとしている人なんだ、だったら僕はそれを受け止めてあげることによって僕はこの人の顧客になることができるのではないか。実際にそうなりましたね。もうお前は本当に怒らへんな。普通の人じゃできないですね。それは僕は会社というものを背負って絶対不可能である道を選んだからですよ。誰もたった3人で製薬会社をやろうなんて世界中の人は考えたことない。でも僕にはあそこの本に書いてある賭けに勝たなければいけなかった。だからもう地震にあった時から運命の道を歩まされてるんです。だから逃げるか戦うかどっちかしかない。今もそれが続いているだけ。多少他者評価が高くなったんで偉そうなことを言ってるだけ。お客さんにはこんなこと言わない。御社がいるからうちが潰れないんです。で誰にも言ってるみたいな、ソロピノンとって放送してるみたいな、ね、なんかね、あの会社やっつけましょうよっていう会社もうちのボスだみたいなね。その時はその気持ちでみたいな。なんかね。アイドルでもね、AKB のうちの息子とか好きなんですけど、本当に人気のある子は相手のことを分かってるんだ。うちのサバ君ってあのすごいです。こうね、この間あそこ来てくれましたねっていう。そんな気づいたらめっちゃ一生ファンでしょ。なんでそんなこと覚えてんのって言って。あの時なんか元気なかったみたいだから今日は元気そうで嬉しいです。とか言われたりすると、そういう子は人気あるんですよ。つまり相手、来てくれる人を商品と考えず、逆にその人のことを考える。そうなった時に、例えば AKB で言ったら高橋みなみなんか、ずっと泣いてるんですよ、メンバーが喋ってるの。結構あの、誰だっけ、あの大島優子なんかは結構冷静にじっと見てる。素なんだけど、高見田の方がやっぱり分かるその気持ち、ファンと同じ目線やみたいなわけですね。だから PDCA より喜怒哀楽を重要視すべきです。ちなみに言うなら PDCA は Do CAP みたいなね。歯ブラシは Do クリアみたいなね。最初に Do ですか。そう、恋は Do って言うじゃないですか。I wanna do 恋は Do シャイなハートが欲しい。いい歌だよね。あのドゥシエピ、ドゥシエピ、だから喜怒哀楽がビビッドの方が絶対人生は幸せでしょ、うん、泣いた後すっきりした気持ちになるじゃないですか、うん、そんな毎日遅れたらいいと思います。だから僕は公園でも逃げないわけですよ、うん、本当に普通だったら誰だこんな仕事引き受けたやつはって怒るとこですよね、うん、全くそのプレゼンの内容と顧客のニーズが違うじゃないか、うん、怒らないでしょ。そこから僕自身のイノベーションとして、よし君マロズームで行けみたいなねってことですよ。一人の人がもう私の独身の時の恋をしてる時の気持ちをあんたのことを聞いて思い出しましたみたいなこと言ってくれて嬉しかったです。だから純粋な部分を純粋さだけで伝わると思ったら大間違いです。
そこにはちゃんとメロディーとか音楽の演奏とか感情表現とかが複雑合わさった芸術をやるからです。つまり私たちの人生の毎日は作品なんですよ。人生の毎日を芸術にしようと思う人間と、ただお金のための手段として考える成果が違って当たり前だと思います。僕にとっては普通のことだけど、皆さんにとってはちょっと普通のことになかったかもしれませんね。だから松浦エンジンを頭の中に入れ、マーケティングやイノベーションを超える松浦スタイルです。違う話してる。どうぞ。いいね。武田的なツッコミ。この会社で婚活とかやってるんですかとか来たら面白いよね。あの従業員に対する負荷のかけ方なんですけど、よくその外資系の会社の人なんかに聞くと、まあ、相当負荷をかけないとドライバルの企業に勝てないとかって言うんですね。そんなこと考えたことないですね。だって負荷をかけたら苦しいのは僕じゃないですか。こんなこと言うとこの人をなんか自殺したらどうしようかみたいな、松下幸之助みたいなこと考えないとわけじゃないじゃないですか。だからその負荷をかけて得られることが本当に会社にとってプラス。だってうちの会社は売上目標ないんですよ。利益目標もない。それなのにあんだけ上がっていくわけです、ないからです。でも例えば1時間あたりの付加価値金額は出してるわけです。つまりゲーム的にそこを楽しめるようにしてるわけです。ポイント取って、はい、辻さん、どうしました？どうしたの？おう。え、あ、そうなの？どうぞ。なくなったことですね。はい、いいです。はい、いいです。はい、いいです。それから。で3つ目はちょっと今そのお客さんと喋ってるんで、あともう一つは何？あ、ボスはなんか参加人数が少なくてね、もうこのまま行ったら中止になるかもしれませんね。そうもうそんな32回って絶対やめろ言って、バンク社員旅行したら小せんぞって言われてるんで、やる気なくなって、そんな言われたらそうだからもう運動会に注力しましょう。そうしましょう。またあの辻さんとカラオケ行こうよ。そっちのええよ。もうそやからもう早くあの全部の課長を集めてプロジェクトを発動させましょうね。もうほんまに早くあのそれを待ってますんで、じゃああのいろいろありがとうございました。じゃああの視察なしということでよろしくお願いします。はい、おう、分かった。はい、了解です。はい、すいません。先ほども話したんですけど、例えばそのある程度あの負荷をかけた方がその従業員が伸びるということもありますよね。そんなこと全く考えてない。忘れない。だって性格とか身長と同じで絶対変わらないです。ノロ君って僕と10年一緒に仕事してますけど変わってない。変わらず若いでね、僕はね。その本当にね、ゴムみたいに伸びたってまたもう一度縮むだけですが、そんなんなんか教育したら人が伸びるなんて思ってることが薄い。じゃあ今からも身長伸びるんかいみたいなね。身
長は伸びないけど判断力は伸びるかもしれないとかありますよね、うん、でも判断力が伸びたってそれを活かせるようなキャラクターを持ってなかったら、うん、それはダメですよ。だから大抵は会社だけで終わるんじゃなくて会社以外の生活で人間は常に試されてるんです。だから僕は会社教育したことを家庭で社会で使いなさい、ね、それが応用編であるんで、うん、すんごい考えすごいやってるけども決してそれを押し付けてないところがいる。めっちゃディナー作って謎解きはフルコースの後でみたいなことやってるのに、あの別に家帰っても今リッツクラッカーしかないから来たくなかったら来なくてもいいよみたいなこと言っちゃうわけですよね。ツンデレですよね。社長がツンデレなわけですよ。うん。社長がツンデレ。あの感情に乗っ取ったビジネスとか絶対やらないって言いながらもめっちゃハートフルやんけ歌とかみたいなね。あのそうそうそう。それはもう僕のスタイルなんですよ。おしんちゃん。もう行った方がいいよね。田畑行ってない、そっちに。あれちょっと待ってね。あ、それ、田畑君、連れてもらって。え、なってない。どうなったよ。ちょっと、あ、田畑君、ちょっと、これ、聞いて。聞いてからの。これを説明しはるから、多分ものすごく、また時間がかかるんだよ。あ、そうか、そうか、いいっすよ。で、あ、もう一個、はい、すぐ話せ、あ、いやいや、いいですよ、あの、別に、あの、用事を飛ばしたんで、はい、ライバルで、もうここはちょっと、自分たちと同じような考え方で、かなりすごいという会社ってあります？だから、僕は稲食品はすごいと思います。稲食品、稲食品、塚越会長に言ったら塚越会長はその松浦君とかもっと直接売るものをやった方がいいよっていう、うん、そうですよね。こうなんかこう B2B がちょっと見たない気がする。だからネットショップを作って自分たちのブランドを作ろうとはしてますけど、うん、どうなん、まだ死んだ言ってくれてんの君。おう、ピンポンなして待ってるわ。うん、だからそこもね、なんていうのか、ロックアーティストは毎年規則正しくアルバムを作らないでしょ。だから僕もそうだった。だってこんなんやって一銭も儲からずにやってるじゃないですか。なんなんやこの絵の密度はとかね。うん、だからそんなんこれだって、うん、なんか社員に説明してたら、社長めっちゃ上手いですよね、言うたら、もっとバカとかかるんじゃー言うて始めた。へぇー。なんかね、だからそこの部分を僕はすごく一生懸命考えてやりますね。自分の中でなぜそれをやるか、なぜ曲を作るのか、なぜこのリア祭りをやろうか分かんないけど、なんかやりたくなったからやってるだけ。ただしそっから先の評価は人の評価を決めます。でも最初のステップは自分で踏み出してます、ね、だから社員にもそうしろよって言ってるんです。言いたいことがあったらまず君が思うことをやってみて、成功すれば成果は君のもんじゃない、失敗したら失敗は僕のもんだ、会社は社員の失敗を許す器量の装置で、どんだけでかい会社でも2万円でしましょうか、稼ぐなら2万円の給料、1億穴開けても取り返すのは絶対やめんなよ、俺も一緒にお前と頑張るからさって言ったら1億円の給料、どっちがいい会社でしょうか。だから個人にとってどうかだけでいいんですよ、社員が考えることは。それ以外は全部経営者が考えたらいいんですよ。その中で優れた経営者だけが世の中に残るでしょう。ローマ人の中には奴隷だけど哲学者として残ってる人がいます。身分は奴隷だけどあまりにも素晴らしいことを言うんで本になってる人、ね、100年後は稲森さんより僕の方が有名な人間として残ってるかもしれない、うん、そのためにアーカイブを残してるんですよ。未来顧客のために2010年10月11日の松浦君はどんなことを言ってたかということを研究する人が出てこないとも限らない、うん、
僕は PHP の人にそれを教えてもらって PHP が本出せへんか言った時に、うん、なぜ松下幸之助の本がいっぱい出るかというと全部の記録が残ってる、うん、で僕はそこから松下さんのスタイルを真似ました、うん、全部記録を残してで今年の春からは全部テレビで放送するようにした。だから半年で130番組ぐらいあるわけですよね。で9000人ぐらいの人が見てくれてる。宮松で見れますって公演は行けないけど、ただですよこれ別のお金取ってない。だからそれは本当になんか面白いじゃないですか。おテレビ局持てるんや、じゃあ早速やってみようみたいな。だから、いいと思うことはどんどんやってしまう。だから、今日も言ったけど、選択のスピードをどんどん速くしていけば、時間を縮めることができる。経営者にとってはね、経営者にない人は林業を持たなあかんから。だったら、僕はいろんなことをいっぱいやって、後世の人にこういうことだったんだということを残していきたい。だから僕の Facebook はすごいちゃんと書いてあるわけですよね。だからもし21世紀の風俗を見るなら松浦さんのフェイスブックの表現が一番わかりやすいねっていう、そういう未来から見た視点で書いてるつもりです。だから最初に言ったように日本はまだ松浦のことを正しく評価してない、後世の人に比べてということですね。じゃあそれは自信か過信かわかんないけど、でも自信や過信がない人間が成果を残せたと思えないし、織田信長は日本の王になると決めたからそうなったんでしょ。だから僕の志はすごく高い。そして残りの人生だったらわけのわからん僕の話でなんかどう聞きたくないような人を話すんではなく、本当に僕の言葉が必要とされている人に話したい。それはお金の価値を超えるもの。で、そこから僕もいろいろ学ぶじゃないですか。ああ、そういうこと思ってるんだと。だから今日の講演でも書いたけど、大抵の大企業でも悩みは単純なものである。みんなも同じ、初歩的なもの。自分の人生をどうすべきかという視点で会社を考えてる人はあんまりいない。それは別のものだと考えてる。だから作品にはならない。一緒なんですよ。自分の目がカメラ、耳がマイク、口がスピーカーで、どっかのテレビで放映されているイメージを大事なのはどうすればチャンネルを変えられないかというふうにしてみようと行動すること。ただ記録するだけだったら運動会のビデオと同じで歴史的価値も何の価値もない。結婚式で使われると思ったら地味婚でそんなこといらなかったっていう時が来るでしょう。本当の価値はその人が本当に追い求めてものだけです。僕はその経営マネジメントということについて本当は徹底的に考えてるんで、だから自分なりのオリジナルな曲を作るように自分なりのオリジナル、アダム・スミスにできたことがどうして僕にできないんですよね。21世紀の哲学者は全部中小企業の経営者から出るはずです。もしくは元中小企業の経営者に今の事柄が未来を規定すると会社については決めない方がいい。だから僕はこういう電気的増幅とかデジタル増幅をすることですごい影響力が高められることに気がついた。例えば万業社会でやったらもう何十万件出るわけじゃないですか。それ僕はいろんなこと発言したりテレビに出たりとかいろいろしてて、もうね、あとは野中育次郎先生の通訳とかやりたいですね。先生言ってることはこういうことなんですよ。だから皆さんは教えられることが正しいという考え方を捨てるべきです。逆に疑問を持ってこれ違うんじゃないのっていうところから始まった方が正解に近いと思うんですけど、ね、みんなはみんなそのそれは正しいね。僕なんかマイケル・ポーターなんかただもう荷物運んであげるの人やと思うんですよ。ベタベタやん PPM モデルなんかみたいなね。それよりドラッカーの言葉の方がいいですよ。
これ見てくださいよ、トラッカーが振り付けることをね、うん、目標感のトレード、目標の設定には利益とバランスが必要で、この子にはトレードオフが必要であって、そこには市場シェアと利益率と生産性向上が必要で、それよりも大事なのは現状だと未来です。新製品の開発にもっと集中すべきじゃないのとドラッカーは言ってます。あとはあらゆることを少しずつ手掛けて改善しようとすることこそが最悪なことである。間違った優先順位でもないよりまし、数字はそういうために使う、準備の付け方を進める手立ては予算である。目標の実行、目標は実行しなければただの夢、これが今日の僕の小学生に言ってる言葉。それからマネジメントの意思決定のほとんどは長期的であるべき。例えば研究活動や工場建設や、あのビデオこっち側に向けてください、僕が映る、あのマーケティング組織の開発新戦、これは全部数年かかる、台座ごと動かしてこっちから向こうから映して、全部数年かかることばっかりじゃないですか、これ。でこれらを実現するためには投じた人材と資金の元を取らないとダメですよね。後ろ盾が必要であるということになります。未来を築くた考え、短期と長期をバランスよくすることが、それ抜いちゃっていいですよ、させる必要がある。未来を築くには今決め、今リスクを負い、今行動して、今資源を割り当てないと。やるべきことは今しかない、特に人材のことに有効である。そして短期戦にも戦略が必要である。よく長期は短期の決定によって決められるが、ここです。長期は短期に飲み込まれず、短期を基礎にして考えるべきである。そして短期と長期というのは単なる時間のことを言うのではなく、それは影響を与えられる期間のことを言う。その次ですね、事業とは何であるかということを考えることは何を意味するのかについて考えてみましょう。事業は考えるということはこういうことなんです。今日のものとは違うんだということを考えるのが事業について考えることなんです。わかります？今日あるものと違うことを考える、まず違うという認識を持たないと未来事業は作れないという意味ですね。つまり単なる長期戦略、時間が長いやつは戦略とは言えない。必要なのは戦略的な意思決定と戦略計画が必要であるという。つまりストラテジーな意思決定とストラテジーな計画、単なる期間を決めたり単なる権利で意思を持つだけではない、そこには戦略的、つまり内に秘めたる下心がなければいけないということですね。じゃあ戦略計画を考えるには、戦略計画では永久にわからないものも同時に考えるべきです。それは何でしょうか。一つ目、戦略計画を作るためにはまずそうでないものを知るべき。戦略計画は魔法ではない。それは思考、考え方であり行動である。それは事業とは何であるかを考え、何であるべきかということは定量化できないし、コンピュータープログラムも不可能じゃないかですよね。人間が考えることでしかないからですね。事業計画、戦略計画とは意思決定に科学的手法を適用することではない。戦略計画とは思考、分析、想像、判断の適用をすることで、これは手法ではなく経営に対する責任である。わかりますね。次、戦略計画はそして予測でもない。どんな人でも未来の住人になろうとすることはできないからである。例えて言いましょう。もし未来予測できるというコンサルタントがいるとしたら、10年前の新聞を出して、あんたはこれを全部どれだけ予測できましたって聞いた。そんなこと不可能ですよね。10年前にアップルが回復してこの iPhone5 が出てるなんて誰も想像できないからです。次、これは大事。予測は人間がやるべきことではないんだと。
それは第一、それを考えることを試みる価値すらないと言ってますね。だから利益予想とか何とか予測、そんなこと考えても仕方ない。こういった計画を、戦略計画を作る理由は唯一、人間が未来を予測できない存在であるからだと言ってます。じゃあ、未来予測が計画できない理由は何か。第一、予測自体が事実の中から可能性を見つけようとする行為、つまり予定調和に過ぎないからです。例えば売上が100億あったら、次の予測は110億とかに考えるでしょ。500億という予測は立てない、つまり最初から可能性を見つけるだけであって予定調和に終わってるから、そんなものに意味がない。どうせそんなことは嘘なんだ。次、起業家に必要なものはそうじゃなくて、可能性そのもとを変える出来事を作ることなんです。もっと大きいって言うんですね。もっと新しいディメンション、場のイノベーションを起こすこと。今までなかったものを作る。電話とコンピューターを合体させるもこれでしょ。なぜなら、起業家の世界では自然物理ではなく人間社会にあるからです。人間社会の中には気まぐれが出るでしょ。理屈では済まない。そして起業家的貢献とは、経済、社会、政治の状況を変えるイノベーションである。それは何かって言ったら、真にユニークな出来事を起こすことなんです。だから僕がやってるこのリアマツがすごいことになって起こるかもしれない。本真にユニークな出来事でしょ、これ。大和の歴史を通じて、ドラッカーのマネジメント。そしてドラッカーのマネジメントをちゃんと読んで、ちゃんと分析した人がいないから。それは僕が世界で最初にやってみようとしてる。計画とは、明日何をするかではなく、明日のために今日何をするかなので、明日 何しようかなと考えがちだけど、そうじゃない。明日のために今日何をするか、ここにはもう予測ではない。もう一つ、会社の社会的貢献について、手で動くの絵を消さないように残したい。本当は USB で記録できる。社会的責任の目標ということですよ。今度こっちを、僕こっちを移して、社会的、これ僕はね、ドラッカーのマネジメント一番好きなところです。上巻の147ページ。社会的責任というものがもし形になってないものであったとしても、それは目標設定することができるということです。どういうことだ。例えば消費者運動とか環境運動って企業の活動にすごく影響を与えますよね。わかります。そんなことやって、消費者、企業が社会に与えるインパクトを検討し、目標を設定しなければいけない。つまり社会をや環境を無視してもう企業活動できない。消費者運動が起こったら、その商品や会社へ立ち入らなくなる。バカラ賭博をして全部お金返しても、そこの会社はどこかに身売りされるかもしれない。オリンピアスでも同じこと。企業における社会との関係は自らの存立に関わる大きな問題である。なぜかというのは、企業は社会と経済の中に存在するものだからです。社会と経済、今日の僕のグラフなんてはそれを表しています。企業内部では、皆さんにぜひ言いたいのはこの5番と6番、企業内部では自らのマネジメントを真空の中に独立してと考える。あらゆる取締役会は誰の権利も受けない。正義である。間違ってる。真空の中に音すら届かない。なぜならば、マネジメントの多くが自らの事業を内部からしか見ていないから。でしょ。社員の立場からマネジメントを見る、そんなことしない。企業は単に、これいいですよ、社会と経済によって有効かつ生産的な仕事をしている限りにおいて存在されているものに過ぎないので、かっこいいでしょ。企業は単に社会と経済によって有効かつ生産な仕事をしている時においてのみ存在を社会から許されているに過ぎない。すごいでしょ。じゃあ大企業、皆さんの上場企業はこういう存在だったら、中小企業と小企業であってもコミュニティにおいて存在し、社会の行為また支持によって依存していることは変わらない。よって小企業にもこの目標が必要である。
社会的責任は単に良き意図の表明であってはいけない。それは企業戦略の中に組み込まれるべきである。この目標の必要性はマネージメントの中にある社会性ではなく、マネージメントが企業に対して責任を負っているからである。そのマネージメントが社会的に必要であるということではなくて、これが企業の存立に対して責任を負っているからすごく大事なものであるということです。条件としての利益、マーケティングは CSR を検討して初めてどれだけ利益が上がるかが分かる存在である。目標達成にはコストが必要であるからですね。よって利益とは企業存続の条件、環境社会がいろんな活動ができるのは利益率が高いから。利益の使い道は3つあります。まず事業継続のリスクをカバーする。不良品が出して回収しても潰れないようにするため。次、雇用を創出する。3つ目、イノベーションを行い経済発展の担い手になる。単にその企業が良くなるんじゃなくて、新しい社会を作るという使命を持っているんです。だから万協製薬や私は中小企業でありながら誰もやったことのないことをやろうとしている。利益とは何か。利益は極大化が目的ではなく、利益の必要額の計画であるという。必要額のどれだけ利益が必要だからこういうことをやりましょうというべきで、僕のあの棒グラフを思い出してください。この額が増えるのが大事ではない。じゃあ製薬としての利益はどうか。製薬としての利益、利益を達成不可能なほど高くしてはいけない。なぜなら達成できないほどの利益を必要とすることは胃袋の大きさを超えて食物を食べようとする行為である表現ですよねそんなことできないですよね。1円でも多く売り上げ高い。だから利益計画を僕は作らない。利益に見合ったリスクを負い、エネルギーはバランスよく目標に注ぐべきで、バランスことが大事。こういうふうな非常密度の高いやつをリアマツで今まで11回約30時間かけて解説してます。ぜひテレビで見てください。ちょっと紹介して、皆さんがあの見た、また俺追いかけた、皆さんが言ったことに対する答えのいくつかがかなりここに重きを持って入っているのが分かって、裏面も写してもらう。あ、そうです。裏面も写してさせていただきます。ドラッカーと言ってる言葉を僕自身が分かりやすくまとめたものですね。もうちょっとボードを前に出したことですか。そうそうそう。これを見て、英語的表現で分かりにくいんで、僕が言葉を整理して、かっこいいでしょ。ドラッカーの言葉は俳句みたいに解釈した方がいいんだよ。約間違ってもちゃうかいところは僕の表現に戻してるんです。何か心の中にも何か湧き起こるような言葉でしょ。企業は単に社会と経済によって自らかつ有効な生産的な仕事をしている限りによって社会から存在を受けている存在ものに過ぎないわけだよね。かっこいいじゃないですか。だからそこを本当に考えた時に、私たちがやるべきことは立場が違いあえても同じ。つまりこのイノベーションにどこまで自分個人としてコミットできるかということだけを考える。組織がどうか、教育方針がどうか、そんなことを考える必要がない。あなたがその組織をどう変えるか、そしてその成果をドラッカーの娘のようにどう検証していくかの方が人生にとって有効である。会社にとって有効であるなんていう言葉を信用してはいけないと思います。だ僕のベーシックなところにはこういうものがあるから、それを変奏曲として奏でてるだけです。だから甘い言葉は、今日はいっぱい甘いって言ったでしょ。それはもう深く考えてないからそういうことが言える。もちろん個人としては考えてるでしょ。しかしそれを考えるときに、先人たちの人たちがそのことについてどう考えたというインプットがなければ、どれだけ授業に出ても無駄ですよ。少なくともドラッカーの全集ダイヤモンドの社は全部買って読みこなすべきです。そうしないと。僕はビートルズがすごく好きで、ビートルズの音楽をずっと40年ぐらい聴いてたんで、音楽を作れるようになりました。
つまり何か一つ好きなものを作ってそれを見本として自分を確立する、うん、あらゆる芸術は模倣から始まるからです、うん、デッサンから始めるのはそうでしょ、物形を捉える力なくしてそれを崩すことができないからなんで、うん、そこをやっぱり自分から行くときにドラッカーの言葉をは皆さんのかなりいい道しるべになると思うけどな、うん、まあ、今僕はこう呼んだパフォーマンスが何も心に打たなかったらもうこういう学校で学んでも意味がないです、うん、もししかし僕のこの言葉が心に来たんならドラッカーを呼んでもう一度僕とか来てほしいね、うん、ここはどういうことなんですか松浦さんみたいに、いやここは3つぐらいの会社が割るんだよみたいな、だから何か教えてもらって何かをするっていうのは大学生がやることじゃないんです、うん、大学生は研究するためにやる、うん、まして大学院ですから、うんうん、これって間違ってんじゃないのみたいなね、破壊的イノベーション自体間違ってるよみたいな、うん、そんなフランス革命ぐらい間違ってるよみたいなね、だから一つの知識を一つで統合することはできない、うん、リアマツの収録なくなったみたいなもう今説明したからもういいっすよ、他に何かないですか、僕はもうまだ時間ができましたんで、今聞いたことで何か思うことがあったら言ってくれたら、このところはこれは前からやっぱりちょっと思ってたと思いますね、いけた田畑くん、おう、じゃあもうリアマツなくなったんで言ってください、ありがとうございました。はい。まあ、ライオンの話もそうなんですけど、うん、この胃袋の大きさっていうところで、よく、まあ、うちの会社とか、まあ、他の会社も、その売上今の倍増みたいな話とかの目標って時々出てくるんですね。うん、で、それってどういうことなんやろっていう考えなんです、うんうん、そこ大事なところだと思います。まあ、例えばまあ年収が、まあ、我々の年収が倍なのか雇用を倍に増やしたいのか、まあ、年収が10倍になっても1日30食食べるわけじゃないじゃないですか、で寿命が10倍伸びるわけじゃないじゃないですか、いい感じになってきたじゃないですか、そういうこと、成長したの成長したのそういうのがあって今大学で勉強しようと思ったんです、おいいことですね、普段の仕事しながらね、うん、成長した成長した、やっぱりその実践、やっぱり実践っていうのはまあ自分の経験だけしかないので、うん、やっぱりそうこういう理論ドラッカーも知ってて、ね、そこどうなのかっていうの、そこが僕すごい知りたかったんですよ、うんうんうん、理論的なバックグラウンドが他の人どう考えても、だからそんなんただライバルに勝ちたいだけなんですよ、うん、僕らがやってるドラッグストアはこういう僕らすごい安い値段で僕らに物を作らせてプライベートブランドとして売ります、うん、で彼らはそのお金でライバル店の前に自分の店を出してライバル店を潰す、うん、彼らはこのことを社会貢献うん、あらゆる国家間の争いもこれと同じです、うん、うん、でもそれを分からずにドラッグストアから値下げを要求されてると考えるべきではない、つまりどうせだったら潰れる方も潰れない方も両方に売り込んでやればいいんですよ、ですよね、大事なのは彼らが潰れても万協性が潰れない方が世の中のためになるといった意味になるんです、うん、いずれお客さんはこの薬を一体どこが作ってるのか気づくよ、全部実は万協性が作ってる、だからヒットしてるのはそこのブランドだけじゃなくて万協製薬が中に入っているからだというふうに、ドラマを見てこの脚本誰書いてんのやろって思う時あるでしょ、やっぱこの紹介とは違うなみたいな、こうですね、そういったことを僕はアニメーションをすごく好きなんで、アニメーションの中でも宮崎駿さんが書いてるのがなぜすごいのかすごく考える、やっぱりその人が持ってるものですよね、そこはね、でも宮崎さんがなぜそこまで思いになったかというところまで考えない、それは彼の作品を解釈すればいいじゃない、一番良かったのはルパン三世カリフォルニアの城なんだ、僕はそう思いますよということ、スターウォーズも一番最初のエピソード4が一番よくできてるんだ、うん、っていうふうに僕は思います、だから
なんかあくまで今日の話もずっとしまって自分と他者との兼ね合いしかないんですよ、世の中。会社っていう組織も単なる想像上の組織図にしか過ぎないじゃん。人とこの線でつながってないじゃんみたいな。だからみんなそれを信じようとしてるところに人生の可能性を制限されてるような気がします。なかなかシラフでそういう話ないんで。今日は特別なものです。ありがとうございます。その、なんだろうな、皆さんが考えてることは皆さんの質問を読んで分かったので、何かそれを超える概念を持って成長して帰ってもらおうと思って。ありがとうございます。この発表違うよね。松浦エンジンが私たちの中に入ったからです。先生の後継ぐのは 僕だって言ってましたよ、松浦さんがみたいな。質問に関してちょっとだけ裏話を言うときますと、コーチングの授業って前やったんですよ。はで、コーチングってやっぱり最初はなんか答えやすい、イエス、しかもイエスで答えてもらえるクローズドクエスチョンの方がなんか相手に入っていきやすいっていうのがあって、あえてそういう朝から活動でコーチングの先生が言ってたんですけど、そういう重めの話はあえてあそこの理想にはちょっと言えなかったところがあって、それはちょっと松浦さん自身がちょっとわからなかったところもあったので、っていうのがありまして、本勝利なんです。いい、はい、最初からもっと朝から活動を重にしたよと。そうですね。バンバンちょっとそういうの。だって、こんなことを僕はもう年中やってる人間ですよ。ありがとうございます。年中やってるのに、僕は思うのは、なんか新しい概念を持った人間が来ないかという期待感だけですよ。びっくりするようなこと誰か言ってくれへんかなって思って。君たちなんか良かったですか。私たちどうぞ。来月あ、来月ある。今日は予告です。今日は予告ですか。で、今日は本当に本当に この時間を取っていただけるっていうのが、びっくりしましたね。私たちにとって意外だったもので、予定外だったもので、嬉しいですね。はい、来月がちょっと本番なんですから。だからいつも自分の考えてること、言いたいことが言えないんです、僕は。だから自分でテレビをやって始めたんです。納得いくまで僕の手法と僕の言葉で世界を語りたい。質問されたらそれを超えるような答えをしたら申し訳ないじゃないですか。そうでしょ。だから、今日も質問とは全然違うことをいっぱい言いましたけれどもね、でもどんな質問であれ答えてるうちに、あ、そうかと自分が気づくこともありますし、だから面白いですよ。面白い人が目的を持って、だから経営マネジメントっていう考え方自体がまだ50年か60年ぐらいしか歴史のないものですから、マネジメントを中心に考えた時に社会にとって自分たちがどういう存在かということを初めて人間は考えれる。だから本当に世の中の学問で最も新しいものですね、マネジメント。でも最も刺激的なもの。社会のインフラが整わないとこういう議論が不可能だからです。明日戦争がある時にね、まず生き残ってからその続きやろうよってなるじゃないですか。僕は地震の時にいつも思ったのは、腹いっぱい飯が食いたいなと思ってました。なんかいっぱいご飯が食べられるようになっても、その壊れた感覚は治らなかった。こんだけいろんなことやっても明日には全部なくなってるかもしれないみたいな感覚。松浦さんその話聞くと、その戦争体験とすごい被ってきてるんですよね、自分らのその親の世代。だから中内さんの、感覚にすごい近い。中内さんはフィリピンで死にかけたから、いっぱい飯食いたいってスーパーマーケットを神戸に作ったんです。あれに飢えた人間にしかわからない欲望ってありますね。
なんかもうドロドロに失恋したことがある人間しか分からへんよ。なんか絶対ありそうな気がするけど、もうこれってもう相手が好きなのか自分のことが好きなのかも分からへんみたいなね。もうそういうのはありますよね。だからもうその僕はそういうカルマ的なことをずっと考えてきましたね。だからここのところそういうことを人に話せるようになったの嬉しいですよね。だから僕の本にはそういうところが全部そうなくなっちゃったんですよ。分からないってこれって10時間ぐらい松浦さんの話を聞いてそれを3回ぐらいやって初めて言ってる意味が分かるっていうことですね。小山登るよりも高野登るよりももう少し高い精神性を持って行きたい、いつかこの2人を超えるようなベストセラーを出してやるみたいな小山さんの本俺に書かせてくれみたいなね、なんかパワハラセクハラ社長が会社を元気にするみたいなタイトルでそんななんかこの人の、まあ、高野さんの本はあんま書きたいとは思わないですけどね、リッツカルトンという言葉を見たら売れないからね。まあ本当にいろんな本をいっぱい読んだ方がいいですよ。で自分はどういうものが好きかって知らないと言われてることが正しいか正しくないかすらもう分かんなくなる、うん、つまり正しいっていうのは好きか嫌いかでいいんですよ、うん、言ってることがね、うん、だから僕はなんでこんなにいっぱい言いたいことを徹底的に言うかというと、こういうことを言うことで僕の熱狂的なファンが増えることを知っているから、うん、それはもう皆さんが会ったことない人間だからです。そしてそういう僕は地震によって生まれた人間、原爆からゴジラが生まれたみたいな感じそういうところじゃないですかね。もうでも自分の考えてることがどの辺にあるか今知りたくていろんな本をずっと読んできて、あとで見てもらったら僕の本書棚とか漫画だけじゃなくて同じぐらいいろんな本があります、うん、僕にとってはプライベートも仕事もないし、読んでる本も本当に雑多な、いろんな本を読みますよ。もう読みかけの本が50冊ぐらいあるんですよ。もう本は野菜のように買えっていう。今買わないと次来た時ないかもしれないし。やっぱりサラリーマンずっとやってたんですけど、うん、通勤時間で PHP の本をザーッと結構読んだんですよ。それが結構今生きてるんですよ。言ってることが大体共通になってきて、まあ、今経営者やり始まってるんですけど、うん、やっぱりそれってすごい大事なことで、うん、すごくもうこの話が本当に凝縮されて、めっちゃ濃いこと言ってるのが分かるわけね。分かるんですよ。つまりインプットを超えるアウトプットは存在しない、あらゆる、うん、現実社会において、うん、電気だって1メートル送れば水減する。だからそこを意識することですね。そうですね。たくさんたくさん入れて、いっぱい入れたらもう出る。だからうんちが出るのは食物を食べるからです。こっちが刺激されたらこっちも動いて出る。それは人間の体の中にそういうふうに意識づけられてる。だからこうやったことで実際こうやってご縁でお会いできてるのも、僕は本当この時間でこんな濃い先生とお会いできるっていうのは本当すごく驚くってなって、でもそういうことがでも実際起きてるんですね。今の世の中はそうなんですよ。会えるんですよ。なんかこう持っていくと本当に。この間もその宮松を全部見てるっていう人が僕に会いに来てくれました。宮松を全部見たら、僕と日常的にいるより普通の人より僕のことよく知るから、ね、これでデジタルコンテンツが揃ったからできたんですよ。僕は21世紀はキャラクターの世紀だっていうふうに言ってるんで、国を超えるほどの魅力がある個人が世の中を変えるだろう、あらゆるデジタルコンテンツがそれを加速するはずや。一度後や初にできたことが僕にできないことはない、うん、そのために戦略が必要なんです。ヤマトをドラッカーだけやったら話題に上りにくい、
でも大和やったら最終回ぐらいに松本零士先生が来て、うん、松浦君メートルはこう書くんだよ、メートルじゃなくてスターシャーですよね、こう書くんだよ、スターシャーとサーシャーと森幸と全部横に書いてきてくださいって、君って僕のこと悪意で見てるんじゃないの同じ顔しか書けないっていうことを言ってるんかなみたいな、そういうのは僕のいわゆるあれですよね、だんだんやってるうちにそうなることも、だから例えば川越医療病院さんの中で僕の憧れの存在だったその人がね、備品の申請書を読んで書いたんだよねって言われたら、僕こそ会いたかったんだよって言われたら、幸せな話ですよねみたいな、先生とこ行きたいのは制服がピンクだからじゃないですかねまあそれ言ってないですよね言ってないけど、なんでもピンクしたらいいっていうもんじゃないんですよ最近はみたいな、まあ言ってないけどいつかまた言ってやろうとは思いますけどなんかみんな塚越さんがすごいすごいって言うけどすごくないところもあるよねみたいなね、そこはやっぱりいつか出してるかなみたいな、なんかやっぱりこう善なる目線だけではねドラマは成り立たない、韓流ドラマがなんで人気が出たかというと悪いやつが出てくる、わーみたいなね、これはまた心地いいんですよ、ようそんな悪いことできる実の娘ちゃうなあんたのみたいなねっていう風な感じです。だからもう僕はあの僕の奥さんからすごくそういうことを教えてもらって、僕は結構ボンボンだったんで人を疑うこととかそういうこと全く知らなかった。例えば、僕は南野陽子が好きだ。南野陽子が。何のこれ式を毎週聞いてたぐらい南野陽子が好き。見てよ。この子、顔歪んでるよ。えって言うて。お前、右と左違うみたいな。だから、各地過去って可愛いよねって言ったら。こんな目が大きいだけよ。一個一個のパーツよく見てみよう。全然綺麗じゃない。ほんまやみたいな、どんどん俺を GoToBe リアルバイシェルリーにしてくれたみたいなね、あのね、そういうもっちゃめっちゃもうスーパーリアリストって、いろんなところに僕は公園で行ってるのも、もしかしてその中で浮気をしてるかもしれないねっていう、私に対して申し訳なさでそういう私に優しくするかもしれないで、いつそういうことが言われても私も覚悟できてるから、いやいや想像の上の想像じゃないですかそれみたいな想像的イノベーションかみたいなね、本当にねというか、そういうことで私はいつも傷ついてるんだからみたいな、なるほどねみたいな、それは申し訳ないみたいな、だから本にあえて書いたわけですね、君がいてくれて、あんなに書かれたらね、もう感激されますね、そうなんですよね、だからあの、まあ、妻と一緒にちょっと旅行行ってた時に書いたっていうのもあるんですよ、うん、これって結局僕が人を疑ったりすごく冷静に見るようになったら妻がいたからだろうなみたいなね、うん、そこをで彼女は僕にしかそういうところを見せないので、すごく優しくて穏やかでいい人だって言われます。松浦の方の半分は松浦恵子でできてるんじゃないのか、よーそんな絶対捕まるでそんなこと言うたらっていうようなことを言う時があるんです、うん、もうね、すごいなと、本当にすごい、だからそういう人が近くにいるからですよね。だから最近の僕の曲は必ず妻に聞かせて、ここをどう思うかっていうふうなこと、うん、これの今日のあの何だっけ、悲しみには強い力を、うん、適当であの仮歌で英語で何か言ったら、そっちの方がかっこいいじゃんみたいな感じ、うん、って言われて、あそうなんか、じゃあ英語バージョン今度作ってみようかみたいなね、なんか、うん、だからすごい冷静で言われない、だから僕にこう言います、もし私があなたのことを自慢して歩くようになったら、私はあなたのこと、あなたは私のこと嫌いになるでしょう。まあ確かにそうだよね。そういうタイプの。で、ライオンズクラブとかそういうところで婦人会行っていろんな活動をして、うん、そういう人をあなたは嫌いなんじゃない。そうです。あんまりそんなことやってほしくない。だから世の中の人間が
全員松浦信夫を認めても私だけ松浦信夫を人にしてあげるっていうんですよ。うん、ああ、ね、ソクラテスの妻ってそういうことかみたいなね。あれは若い奥さんもらったからなんかあんまり夜の生活が順調じゃなかったというところが強いという話もありますけど、なんかそのいろいろ過去に起こったいろんなことで僕の心を打つようなことをいっぱい覚えて人に伝えられる21世紀は素晴らしいですよね。だから相手が聞いてないこと以上のことを相手に与えようとする感じですね。タブケットとって言うたらなんかもうベッドから全部新しくしてくれたみたいな。分かってほしいのはこの枕の良さやねんって。枕だけでええやんか。そこですよね。帰りにもぜひ僕のアンフィアカ見てもらったら、それが立体で分かる仕組みですから。つまり過剰なんです。過剰順序愛情感情に異常な感じですよね。大和なでしこ非常に人間状態本当なんかね、そこをね本当にだからこんだけ行ったら奥さんももうちょっとこう満足してよと思うんですよね。うちの人はそうじゃん。あなたがいろんな活動をするたびに私とあなたの距離はずっと離れていってるということだけは意識してやってください。いつかあなたはそのことを後悔するときは来る。でもあなたはそうしたいんだからそうすればいいじゃない。うわーみたいな。何神の視点みたいなね。すごいすごい。なんか今なんかトガキを読んだみたいな。シェイクスピアの劇これみたいな。なんだそれってみたいなね。へだって僕はいろんなアニメの作品を見せて、人間ってこんなに目が大きいわけないじゃんって。あと子供は世界を救うってありえないしみたいな。うわバッサリ切ったなそこ切ったなみたいな。だってシャープのね滝に大きな工場がある。私あのシャープの文字が番狂に見えたんだよ。どうすんのこんなでかいやつに。これが病院になってみたいな。世界一ホスピタリティだからホスピタリティ。すごいこと言うね。今のうちにそんなこと絶対言っちゃダメよみたいなね。子供のもびっくりしてた。すごいなそれみたいな。で子供を全員医者にしようとして、まあ一番上の子がまあ医学に入ったんですけど、よかったやんって。何も良くないよって。まだ3分の1しか目的達成してないじゃないか。おおすごい。なんか大山マスターズみたいなこと言ってるみたいな。5を蹴りたければまず10を目指せみたいなね。すごい。マス大山ですよそれみたいなね。なんかね。すごい。すごいんですよ。極端。だからほんまに。まあ、こんな風に私になったらあなたのせいだって言ってて、こっちもいやあなたのせいじゃないですかみたいな。だから甘くないんですよ関係が。全然甘くない。チュースの意味で甘くないかもしれない。あ、どうですか。さっきのあのなんか、まあ、家庭との両立みたいな話で、まあ、日々なんか、まあ、悩むところがあって、だからよいしょした方がいいですよ奥さんに。だから何が相手に受けるかやってみないと分かんない。フェイスブックにあなたの写真を載せるために誕生日あなたを持って行ったらめっちゃ喜んでくれたもんね。で、いまだにそのなんかメッセージみたいなやつを貼り付けてあるみたいな。もしかしたらこの人これを貼ったことも忘れてるんじゃないのかなみたいなのもあるけど怖くて聞けません。甘いじゃないですか。関係が甘いです。なんかだから、まあ、ウォーキングを一緒にしたりして、そのあれですけども、僕としてはやっぱり顧客サービスとして夫婦の関係を考えてます。奥さんも顧客として。それをね、どう考えたらどううまくいくか、いろいろすごく、だから間に。あまりにも僕はそればかり言うんでね、本当になんか何聞いても何も感じなくなったって言われる。そうですか。
みたいなね。子供もほんまに子供で、もうパパがいなくてもいい仕組みがうちの家にもできたから、お何でも仕組みで考えるんだったらついそこまで来たかみたいな。これ一つの作品みたいなね。どんな仕組みみたいな。もうほんまにうちの一番下の6年生の子供なんか面白いですよ。俺こっちにミステリー書いて、あの作家になる。一文字少なくない。それは作家じゃなくて錯覚じゃない。クソ、いつか句を取ってやるみたいなね。あとはあのマネーボールっていうあのブラピの映画みたいな、みんなでもめっちゃ忙しい家族でこれ見ようみたいな、あのフェイスブックと同じチームが作ってるからって言って、娘もどうやった、もうなんていうかさ、この映画さって、天井の方が面白かったねって、はあ、どういうこと、つまんないか上だけ見てたっていう、うわかっこいいみたいな、村上春樹、春キストも書かないよそんなことみたいですね。なんかね、すごいでしょ。だからずっと僕のそういうことを言うてたら、娘とかもそういうことを言うようになって、トラッカー的な仮説のもとに言葉を発しられる。マネーボールを見てね、天井の方が面白かったね。いいし、サッカーじゃなくてそれ錯覚だろみたいなね。うまいみたいなね。そのうまいけど認めたくない、悔しいみたいなね。そういうのが、まあ、僕は嬉しかったりするんですよ。なんかその例えば娘が、まあ、大学受験成功したのはすごく英語や国語の成績がもうほんま東大行けるぐらい良かった。それは僕がビートルズの曲をずっと聴かしてて、これこの曲のここがすごくいいだろう、でそこから英語教育持ってっていう、別にそんなこと考えてやったわけじゃない、俺の好きなものを君が好きになってほしい、ただそれだけのこと、それは親だ、あの子供だろうが社員だろうが同じです。常にだから自分と自分以外のものしか世の中にないっていうことから始めるべきなんですよ。そうすることでしか視点、ものを見る点って出てこないし、だから皆さんが言う組織とかそういうことを言うときに、僕は全くそんなこと考えてない。会社と社員は、いやいや社長と社員は100対1のドッジボールだ、一人でも絶対に負けないと僕は言います。僕が一番言いたくない言葉は、君がいないと困るからやめないでくれ、どんなにいてほしくも言いません、それは経営者の敗北を意味する言葉だから、だからそこはもう本当に世界観を明確にしています。だからそこで私が思う新しくてかっこよい経営者と従業員の姿を作ろうとしています、で、社員が僕のどこを好きかということは自由じゃないですか。でしょ、押し付けてここはすごいとこなんで言う必要ないでしょ。だから僕の社員より僕のことを好きな社外の人いっぱいいますよ。そうそうそう、だからあの、例えばアマゾンで僕の本の書評とか読んだら、この人すごいなっていう、もうだって5つ星しかみんな書いてくれないんですけどね。あの書いてる書評は素晴らしい書評があるんですよ。またよかったら見てください。あの皆さんもぜひ書いてほしいと思いますけど、ね、なんか、あ、この人って俺が意図したことを分かってるやん。村上春樹じゃない、村上龍じゃなくて一位の人でもそういう人がいるんだ。だから俺は全力を尽くして社会とコミットすべきだというふうに。だから全力を尽くしてないという言い訳をする前に、全力を尽くした姿を見せることの方が重要であるということでしょう。ずっとそれをやる。だから絵を描くときでも、もっとうまく描こうとしてるんです。もう挿絵じゃないでしょ、あそこまで言ったら。あれも僕が、その今回の回、一話ずつ解説する中で、松浦図愛みたいなところ、どこがすごいのかというを、僕なりの解釈で描いている。でももうオリジナルの絵ですよね、そこに。俺の頭の中ではこういう風な顔に見えたとかね。アニメーションの絵はそうじゃない。っていう風なことも、だんだんやってると上手くなってて、これいったら長くなれるかな、この先、みたいな。とかいうことも考え続けて。
もういい、なんかもう聞きたいことないですか。いやいやいや、もう、はい、そろそろ終わりますかね。はい、6時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これを最後まで見た人はどう思うのだろうかみたいなね。でも話に一個もダブりがないとかすごいっていうのもありますよね。いいですか、満足。はい、じゃあフィギュア館に行って終わりにしましょう。フィギュア館だけは見た方がいいですよ。はい。